ニューヨークをパレードする同盟員ドイツ系アメリカ人協会はアメリカ合衆国におけるゲルマン主義によるナチズムの団体。1936年4月にドイツ系アメリカ人で報道者の技術者だったフリッツクーンらによって右翼団体として結成された。建前はナチス政権と無関係を装ったが、裏腹では結成直後からゲルマンを頂点とする。 親なち、反ユダヤの態度を隠そうとせず、ニュージャージー州とニューヨーク州のドイツ系コミュニティを拠点とした。クーンが以前に属した、新生ドイツの友が、ドイツ外務省の命で解散させられたため、その後ろ身である、ドイツ系アメリカ人協会は、ナチスドイツ政府の指示を仰ぐなど、密接に関わっている。アメリカ共産党やアシュケナジム系ユダヤ人団体、ニューディーラーと、 しばしば敵対を繰り返していた。当初、アメリカ政府は、この問題に不介入姿勢をとっていたが、1941年以降クーンラ指導部が逮捕され、組織は壊滅。クーンラは1945年に釈放されて、ドイツに強制送還された。ありがとうございます。